同い年の夫婦だったんだが、当時、私たちは結婚7年目の30代前半。子供はいなかったけど、仲良く暮らしてたつもりだった。それがある日、何の前触れもなく、突然夫から離婚したいと言われた。私が鈍感すぎて、全く気づかなかったけど、半年ぐらい前から浮気してたみたい。で、その人と一緒になりたいから、別れてくれって。その人と一緒にいると心が安らぐ、癒される。幸せって、こういうことなんだなって思って。その人と人生をやり直したいんだって。言われた言葉の一つ一つが、ものすごくショックだった。相手の女性に会わせてもらったら、私たちより5つほど年上で、バツイチの女性。夫は、こいつが作るご飯、すげえうまいんだ。家庭的でさ。って、必死に女をフォローしてたのを見て。ああ、ダメだ、離婚するしかない。って白旗あげた。夫が求める結婚生活って、そういうのだったんだなって。うちは、双方に少しずつ原因があっての、不妊こなしだった。子供を諦めた以上、二人の生活を充実させるためにも、共働きは当たり前だと思っていた。そうなれば、家事分担も当然。残業の時には、お弁当を買って帰ることもあった。うすうす気づいてたんだよね。夫が家事が嫌いで、本当は、私にはパートぐらいにして、専業主婦のようにやってほしいってこと。だけど、そうできるほどの収入が夫自身にないから、我慢してること。浮気相手は、マンションを一棟所有しており、不労所得があり。それでいて、専業主婦してくれるという。夫にはこれ以上ない相手だったんだろう。年上とかバツイチとか関係なく、夫が求めていたのがそういうものなら、私には対抗できない。双方から慰謝料をもらって離婚したけど、多分、夫の分の慰謝料も浮気相手が払ったと思う。短い期間に目まぐるしく人生が変わって、それでもどうにか立ち直って安穏と暮らしていた。両親や友達からは、そろそろ彼氏を作れとせっつかれるけど、なんだか、もう、また、一から恋愛して、結婚したり、義実家と付き合って、神経をすり減らしたり、そういうのは面倒くさい。一人の生活が今は快適。将来はわからないけど、もしかしたら、そのあたりから、元夫は、自分に、都合よく勘違いしたのかも。共通の友人もいたから、以前と勤務先は変わってないから、就業後につけられて自宅がバレてしまった。そして、復縁要請。あの女とは1年持たなかったらしい。夫曰く、あんなモラハラ女だとは思わなかった。私にやったことは、なんだと言うんだ、こいつは。夫が思い描いていたような生活にはならなかったんだろう。でも、私には関係ないし、いくら謝られても無理。謝るのは勝手だけど、聞きたくないから、そこら辺のカラスにでも謝ってれば。そう断っても、週末にまた来た。よりを戻す気は、全くないと言ってるのに。あんなひどい裏切りをした相手が、どうして、自分に、まだ気持ちが残ってると思うんだろう。警察に相談に行ったけど、二人でよく話し合って、なんて言われちゃった。拉致が開かないから相談してるのに。職場の上司にすべて話して、相談して。秋の人事異動で、県外へ転勤できるように動いてもらってる。うまくいけば地元に戻れるかも。うまくいくといいが、